スノードン伯爵、デイビッドの紋章デイビッド・アームストロング・ジョーンズは、イギリスのインテリアデザイナー。第二代スノードン伯爵。初代スノードン伯爵、アンソニー・アームストロング・ジョーンズと、イギリス国王ジョージ6世の次女マーガレットとの間の、長男として誕生した。ビーミンスターのパーナム大学で木工を学び、1982年の、 卒業後はドーキングの公務店で家具のデザインを行う。3年後に独立し、デイビッド・リンディー家具店を開業。オーダーメイドの家具、装飾品の新古典派長の作風で人気を博す。2006年12月1日、クリスティーズの会長に就任した。2017年1月13日の父の死去に伴い借位を継承した。それまでは、儀礼称号として、 リンリー死者を称していた。なお、リンリー死者位も本来は、父の保有する釈位で、スノードン白爵就釈に伴い従属称号である、リンリー死者位も、正式に相続したが、以降は継承予定者である長男チャールズが、儀礼称号としてこの釈位を名乗る。女王エリザベス2世のおいとして、国王誕生日やクリスマスの行事に参列している。母マーガレットの晩年には、 一家揃って、ケンジントン宮殿に移り、その面倒を見た。2002年、母に次いで祖母のエリザベス王太号が崩御した際、いとこのチャールズ王太子、アンドルー王子、エドワード王子と共に不審判を務めた。1993年10月8日に、ハリントン伯爵、チャールズ・スタナップの娘セルナと結婚、一男一女がいる。ありがとうございます。